だけど君たちと一緒に住めっていうのは本気なのか？青崎は細かいことは気にしないとしても、さっきの子は嫌がりそうだし、俺だって少しは。あら、しずきくんはご不満？いや、別に。だってそれ以外ないんだろ。うん、青崎の言い分は分かった。ただ一応聞いておきたいんだけど、俺の人権はどこに行ってしまったんだろう。バカね、そんな形のないものなんて初めからあるわけないでしょ。つまんないこと言わないでよ。だと思った。そんな気はしてたんだ、目が覚める前から。ん？とにかく納得いったみたいね。じゃあ次、いよいよ本題。今に移動するわよ。説明しなくちゃいけないことが山ほどあるんだから。って一人で立てる？さっきから手を動かしてたから血は巡ってる。歩くぐらいならいけそうだ。そう、なら問題ないわね。そうだった、青崎はこういうやつだった。ほら、急いだ急いだ。アリスがさっきから居間でお待ちかねよ。寝たきりの辛さを知らないだろう、青崎は。驚いた。あんた本当にタフね。ありがとう。けど心は弱いんだ。そう、参考までに心に留めておくわ。できるだけ優しく扱えるようにね。それじゃあ行くわよ。ついてきて、総十郎。
くしたわよ、あいつ。当事者も認めたことだし、これで何の問題もないわね、アリス。そうね、原因も究明しないといけないし。けれど、あなたはそれでいいの？遊園地でのことを忘れてはいないでしょ？そりゃあ夢だと思い込みたいけど、ちゃんと覚えてるし、できるだけ無事に済ませるにはこれが一番無難そうだ。しずきくん、はい。
図らずも。2日前の夜と同じ状況になったわね。今回そいつは起きてるけど。意外ね。青子は怒ると思ってたのに。いや、私も似たようなこと考えてたから。少しは魔術ってもんを思い知らせておかないと困るでしょ。アリスがやってくれるなら止めはしないし、怒りもしないわ。ま、こっちが予定していたものより何倍もめちゃくちゃだけど。ところで、これって私にくれたやつとは別物みたいだけど。あれより作りは細かいわ。青子にあげたのは使い捨ての、隔離するだけのものよ。これはお互いの声も聞こえるから。へえ。けど、その割には何の反応もないよね。青子には聞こえないだけよ。術者にしか特典はないんだ。どう？これでも一番無難だと思う。いきなり小瓶に閉じ込めて聞き返すあたり、容赦ないというか。この子の洋館への執着も問題よね。私が言えることでもないけど、本当物好きね、しずきくんは。どう？気分は。見ての通り、めちゃくちゃだ。夢で似たようなものを見てなかったら、今頃心臓が止まってたところだ。そこはついてたと思う。信じられないのは、なんでいちいち実践するかってことだ。魔術は怖いものなんだって言えば済むだろうに。それと、物騒な青崎の声聞こえてたぞ。物騒で悪うございましたけど、言葉じゃなくてきちんと実感してもらいたかったのは本当よ。どう？魔術ってもんを甘く見てたでしょ、総十郎。けど、実感云々言われても困る。これまでの青崎の無茶っぷりと今のわけのわからなさはとても比べられない。そりゃそうよ。アリスと比べないでよね。アリスの魔術は私たちの中でもデタラメで、
もう言葉にできないぐらい最悪なんだって言ったでしょ。失礼ね。人命を脅かすという点なら青子の方がよっぽどひどいと思うけど、それよりあなた、本当に彼を殺す気はあったの？一体どんな追い詰め方をすれば青崎なら多分安全なんて言葉が返ってくるのかしらね。そんなのあったに決まってるでしょ。こいつが何て言ったか知らないけど絶対意味違うから。こいつはね、そもそも何が危ないのか火傷するまで気づかない。っていうか、火傷してもよし死ななきゃ安いなんて本気で思っちゃう天然ボケなのね。そうでしょ総十郎。うん、まあそういうことなら。それじゃあやっと本題に入れるわね。監視するとは言ったけど、どうやって総十郎を監視するのか、そもそもあなたを監視する原因になった魔術とは何なのか、そのあたりざざっと説明させてもらうわ。最初に言っておくと、あんたをここに住まわせる期限は決まってるから。要はその期限まで誰にも私たちのことを喋らず、また勝手に死ななければ晴れて自由の身ってことね。そうよねアリス。そうね、私たちを怒らせなければそういう可能性もあるわね。よし、いきなり話が食い違ってる。ちょっと黙ってて、アリス。あとあんたも黙ってろ。話を続けるけど、秘密保持のためにあんたを住まわせる場合、二次災害はどうしても避けられない。同じ家にいる以上余計に秘密を見せることになるからね。アリスはそれが嫌なんだろうけど。ちょっと待ってくれ、堂々巡りじゃないかそれ。大丈夫、問題ないわ。だって最後にはここで暮らした記憶ごと私たちのことを忘れてもらうことにしたから。忘れてもらう？そう、公園での一件から丸ごと全部忘れてもらう。ルーンっていう魔術系統があるんだけどね、その中でサクッと記憶を忘れさせるものがあるのよ。非人道的であるのは変わらないけど、ま、命を消す代わりに記憶を消すってことで妥協して。青崎、それは悪いけど反論は却下で、肝心の忘却のルーンなんだけど、私もアリスも専門外だから文献を探して習得するのに時間がかかる。つまりそれが監視の期限ってわけ。私たちが忘却のルーンを見つけるまで命を担保に口を閉じていてもらうわ。アリスはそんなややこしいことはせずに五感全部壊してしまおうなんて言ってるけど、しずきくん、リビングスタチューとか嫌でしょ？それは確かに嫌だな。とにかく遅くても1ヶ月で
忘却のルーンは見つけ出せるだろうし、一回きりの実行ならプラス2ヶ月ぐらいでなんとかなるわ。それまであんたにはここで暮らしてもらうわけだけど、私たちについて無知のまま歩き回られると命の保証はできないのよ。そっちもこっちの事情を知らないのは気持ち悪いだろうし、なんで今から簡潔に現代の魔法使いの何たるかを教えてあげる。それで少しは私たちへの勘違いもなくなるだろうし。洋館のことは後にして、まずは私たちの立場についてね。あ、でも1から100まで理解する必要はないから、どうせ門外漢なんだし、感じ入ったことだけしっかり噛みしめておきなさい。まず魔術師、魔法使いの話からね。魔術と魔法の違いは総十郎には関わりのない話だからしないけど、それぞれ別種のものだと思ってくれればいいわ。で、魔術師のことだけど、これは絶対条件として隠された存在でなくてはならないの。同業者に知られるのは仕方ないとしても、あなたみたいに関わりのない人間に知られるのは罪にあたる。ほとんど死罪クラスのね。なぜかっていうと、魔術ってのは隠されていないと力が薄れてしまうものだから。神秘の語源は閉ざすというギリシャ語だけど、魔術は限られた水着でなければ魔術でなくなってしまう。文明にとって未知なるもの、未開なるものは開かれていないからこそ恐怖に値するのと同じね。知られたら迫害されるから隠すじゃないの。未知でなくなった魔術師というより魔術ね。明かされた魔術は力を弱めてしまう。だから隠匿するのよ。何より私たちの未来のために。魔術の仕組みはよくわからないけど、とにかく自分だけの秘密でないと弱くなるってことか。じゃあ青崎も弱くなってるのか、俺が見ちゃったから。いいえ、別に。ここからはちょっと込み入った話でね。弱くなるっていうのはあくまで全体、それも随分と未来の話、個人単位では関係のない話よ。何時陰徳すべしって不分率は、この大元の仕組みが形骸化していつの間にか絶対のルールになっているだけなの。文明社会の法律と一緒よ。犯罪不道徳を罰するのは人間的であろうとする意識の高さと、それとは全く別の全体の仕組みを守るための構造的な結論でしょ。犯罪が罰せられるのは、野放しにしたらせっかく築いた社会がうまく機能しなくなるから。で、私たちにとって犯罪にあたるのは神秘の一般化、低俗化であって、不道徳とか殺人とかは、まあそれぞれの良心次第ってことで、基本的に罪にもならない。そんなろくでもない連中にルールを敷いたのが魔術協会っていう集まり、組合みたいなものよ。魔術を不朽の神秘とせよというのは、魔術を魔術として永続させるために敷いたルールに過ぎないわ。けどその原則は絶対でさ、これを破った者は魔術世界にはいられなくなる。いえ、実際問題として生きていくのが困難になる。私たちは私たちの、まあ魔術師としての命、そういうのを守るために目撃者であるあんたを消さなくちゃいけなかった、うん、そこ同情とかしなくていいから。私たちの事情を知ったぐらいで遊園地のことを帳消しにしないでよ。私たちは私たちの判断であんたを殺そうとしたんだから、誰彼のせいってわけじゃない。恨むならきちんと私を恨んでちょうだい。ま、それはともかく、過去魔術師は職業として成り立ったぐらい社会に認知されていたけど、その魔術自体は墓まで持っていく秘密だった。それがどう歪んだかは知らないけど、
現代ではその職業すら秘密にしなくてはならなくなった。そこまでしないと、遠い未来、魔術すら消費するだけのものに解体されると、教会は恐れたのよ。自然界の仕組みも、かつて天上の領域だった宇宙の運営すら、私たちは人知で解き明かせるほどになった。人の手に余るもの。神秘という未知の領域にとって、魔術が最後の砦になると、教会の設立者は信じたのかもしれない。それとも、魔術なんてもう意味がないって達観したのかもね。そんなわけで、魔術師はその正体を隠して、各々の秘技を伝えていった。他人に教えるわけにはいかないから、必然的にその伝承者は子孫になる。私もアリスも、そうやって何代か続いた連中の末なのよ。さっき言った魔術協会っていうのは、そんな細々と続いてる連中を束ねる一大組織。魔術師にとって司法の神ってところかしらね。教会もいろんな派閥に分かれるんだけど、大抵の魔術師はロンドンの魔術協会に属している。何時陰徳すべしっていうのも、教会の三大原則の一つよ。魔術師が一般人に秘密を漏らすと、教会から罰が下される仕組みになっている。ま、そんな罰なんかなくても、自分と血族が伝えた魔術のために、目撃者は消さないといけないんだけど。次行くけど、いい？いいけど、その前に確認したい。魔術師が正体を隠すのは、自分のためじゃなく魔術のためだったけど、最近では自分の正体を隠すことの方が重要になっている。そして、その決まりを破ると、教会というところからお咎めが来る。つまり、青崎たちもその教会に入っているのか？いいえ、私たちはフリーよ。一応教会とつながりはあるけどね。単純に、教会は最大勢力ってだけ。連中は頼まれもしないのに、魔術世界全体の秩序を守ってるの。だから私たちが何であれ、彼らとの関わりがないにしても、魔術師としての決まりを破ったら罰しに来るわ。わかった。大体飲み込めた。よしよし。そうやって自分に必要な部分だけ手に入れなさい。じゃ、次は魔術について。と言っても、私自身語れるほど学んでいないんだけどね。ん？ごめん、こっちの話だから忘れて。さっきも言ったけど、現代において魔術は無意味なものになりつつある。ライターのない大昔なら、火を起こせればそれは魔術として成り立つわ。けど今は何かと便利でしょ。あなたならよくわかると思うけど。でも、道具を使わずに火を起こせるのは神様の仕事だと思うけど。そのために積み重ねた手間は、火炎放射器を手に入れるより面倒だとしても。さっきのを見る限り、魔術ってのは何でもできると思ったけど、それは誤解なのか。あら、それこそ誤解よ。万能じゃなければ誰が魔術なんて学ぶと思ってるの？手間暇かかるけど、魔術にできないことはないわ。中にはできていないけどできているように見せるみたいな何らかのイカサマはあるけどね。この世界に生まれた以上、その許容範囲でできないことなんてないの。そこで魔法が出てくるんだけど、それはまた改めて。私が言いたかったのは、魔術は奇跡を起こしているのではなくて、
その過程が奇跡だってこと。結果が奇跡になるのは魔法の方なの。偉大な魔術師っていうのは、個人の魔術だけで旅客機飛ばしたりする人のこと。対して偉大な魔法使いっていうのは、今不可能なことを可能にする人のことよ。そういった意味じゃ、私たちは最後の魔法使いになるかもしれないけどね。脱線してるわよ、青子。そこまで教える必要はないでしょう。しずきくんに教えるべきことは、私たちと暮らす上で危険になることだけじゃなかった。悪かったわ、ちょい口滑らせた。ともかく魔術師っていうのは、暇さえあれば魔術の実験をしてる連中で、自分の家系が伝えてきた秘技を守るためなら鬼でも悪魔にでもなる。必然そのアジト工房って言うんだけど、工房も魔術的な機構が積み重なって要塞みたいになっちゃうのよ。秘技を守るために入ってきた相手を問答無用で叩きのめす仕掛けとか。この洋館もそういった工房と同じなの。不用心に歩き回って、さっきみたいなことになったら私でも助けてあげられないから、暗闇には気をつけなさい。気がついたら鏡の中にいるとか本気であるから。枝葉から入っちゃったけど、要は私たちのプライベートに関わるなってこと。いくら最後には記憶を消すって言っても、それを見られた段階で消すしかないものもあるから。なるほど、この中にもルールがあることはよくわかった。他に注意すべきことは。すまない、話の腰を折るんだけど、いいかな。魔術師は教会という組織で結ばれてるんだろ。なら、どうして青崎はあんな人形に襲われたんだ。あれの持ち主が魔術師なら、君たちは味方同士で争っていることになる。何か説明が不足していないか。それは最後にしようと思ってたのよ。普通はここまでの話だけで眉唾ものっていうか、笑い飛ばすっていうか。いくら経験済みだからって魔術なんてもんをあっさり受け入れるなんてできないっていうか。ん？おかしいのかそれ。おかしいわよ。そもそもあんたは第一ステップから変だった。普通は驚いたり怖がったり無視したりするものなのに、どうして魔法使いだなんて言った私を信じたの？何でも何もない、青崎。山ではね、あるものはあるのが当たり前なんだよ。理由をつけられるだけの知識がなかったからにしても、実際に見たものを信じないなんてことはないんだ。それに君も言ったろ、あなたにとっては魔法もライターも同じものなんだろうって。あるものはあるか。そうね、宗十郎はそうなのよね。簡単に信じてもらえることが信じられないなんて、
私たちの方がどうかしてたわ。気を取り直してっと。総十郎の疑問だけどね、魔術師もいろいろあって教会に属していない連中もいるの。こういった連中は教会の目を盗んでやりたい放題で、利益目的で他の魔術師に喧嘩を売ってくる。あの人形の持ち主もその類。そんな連中にとって私たちは都合のいい格好のカモなのよ。私たちは教会と協定関係にあるだけで門下ってわけじゃないから。私たちが殺されたところで教会は助けてくれないしね。ん？でも魔術師が魔術を使うのは禁じてるんだろ？それが公にならないのなら教会は目をつむるわ。むしろバレなければ魔術師同士の争いを奨励してるぐらいよ。技術も使わないと錆びるってね。ま、私たちが襲われてるのはそれとは別の話で、単に土地を持ってるからなんだけど。土地ってこの家？まさか。この三崎市一帯の管理地の権利を持ってるのよ、私とアリスは。管理地ってつまり土地の利権？悪いけど、そういうんじゃないから。私たちで土地って言ったら、魔術師としての霊地の所有権、支配権のことを言うの。うちはマイナーだけど、古くからこの辺りに根を下ろしてた魔術師で、三崎町もうちの管理下ってわけ。管理地っていうのはね、霊的な力が歪んで集まりやすい土地のこと。そういう土地は昔から貴重で、魔術の実践実験には不可欠でもある。成功への絶対条件は、優れた霊地、堅固な工房、多くの弟子たちってね。魔術師たちにとって、土地付き館付きの住み家を持つのは、一つの野望なんだから。でも、その管理地は大部分が教会に仕切られてて、もう余っている土地はないの。はぐれ魔術師や土地のない魔術師は教会に毎月寄付金を納めて土地を借りるしかない。ま、手よく教会のお偉いさんたちに尽くす働き鉢ってところね。でもここの土地は何百年も前から青崎のものだから教会とは関係がないの。ここまで言えばわかるでしょ。そういったフリーの連中からすれば、私たちの管理地はこの上ないご馳走なんだって。よくわかった。青崎たちは土地の奪い合いをしているんだな。そういうこと。ただ三崎の管理地はマイナーのさらにマイナーだから、やってくる挑戦者も三流ばっかりよ。今回の敵だってどっかの三流魔術師がここなら楽に奪えると思ってやってきたんだろうし。ま、それもあんたの乱入で休戦してるんだけど。管理地の話はそれで十分よ、青子。しずきくんも、他に魔術師がいると分かってくれたようだし。危険があるとすれば、私たちの戦いに彼が巻き込まれる可能性だけど。それは大丈夫でしょう。